こんにちは、追っかけ情報局局員の原井田師匠です。今回は IUNEXT の9話のおさらいです。まずフィールスペシャルすごく良かったですね。私この歌が大好きだからかもしれないんですけど、今までで最高のステージって思いました。この歌は悲しいことがあったけど、あなたが私を特別な存在に思わせてくれて笑顔になれるって感じの歌なので、悲しい顔もダメだし楽しい顔もダメで、表情管理がだいぶ難しいものです。その複雑な表情をこの若い練習生たちがかなり完璧にこなしてきたのでびっくりしました。ダンスも綺麗だったし本当感動しました。それでは本題です。まず3次投票の結果です。期間は7月21日から8月10日までで、放送でいうと4話から6話を見ている期間です。5話でイロハの投票1位が発表されたからでしょうか、イロハはちょっと落ちてしまいましたね。そして下位の3人はずっと変わりません。姫名は今回伸びると思ってたんですが、そこまで伸びませんでしたね。たとえ一番下であってももっと差が縮まると思ってました。どうしてでしょうか。特に海外人気が低いですね。もしかしたらこの投票期間は最初21人から始まってたので、まだまだ選択肢が多かったのも差が開いた要因かもしれません。ちなみにこの3次投票の後行われてた4次投票と5次投票は本編の審査に使うものではなくてイベント投票でした。1位の練習生と上昇した練習生3人にベネフィットとしてコーヒーカーとかウィバース内でのバナーとかのご褒美が与えられたようです。4時は1ピックで5時は2ピックでしたが、どちらも1位はウォンヒでした。6ピックで8位のウォンヒですが、1ピックは強い練習生だと分かりましたね。それではパフォーマンスの結果です。今回はビハインドが短かったですね。プライドは9分ほどあったんだけど、あとの3曲は3分くらいずつでした。3分じゃ物足りないです。私は練習生たちが必死に練習している姿をもっと見たかったです。新曲対決のプライドユニットのビハインドでは、シャネルがスクラムの方が良かったけど仲間のために我慢すると言っていました。シャネルの復活劇を期待してたので我慢かってちょっとがっかりしてしまいました。もちろん我慢してくれて良かったけど、もうセミファイナルまで来ると我慢でこなせるようなミッションではないですね。今回姫名が韓国語ができないということも発覚しました。まだ韓国行って3ヶ月なんですね。確か練習生期間はそんなに短くなかったような気がしましたが、ちょうどこの動画を作ってる時に地上波で放送してる番組で姫名は練習生期間2年7ヶ月と言ってました。2年4ヶ月は日本で練習してたということでしょうか。韓国でよく頑張ってますね。悪いお姉ちゃんの表情も上手にやってました。ヨンソはこの悪いお姉ちゃんコンセプトがすごい上手ですね。プライド内では姫名を抜いて1位を取っていました。私としては悪いお姉ちゃん以外の4層ももっと見てみたいです。スクラムの方はチームワークが大事という歌詞らしいのですが、本番では本当にチームワークがよく見えました。ギュリコーチが泣いてましたが、韓国語が分かれば私ももっと感動できたんでしょうね。あの感動が味わえなくて残念です。新曲対決ではスクラムが350点差で勝利しました。次はグローバル K-POP です。両方とも11がやりたいと言ってましたが、スクラムユニットの方が後からフィールスペシャルに変更しました。結果的にこれはいい選択でしたね。本当によく似合うメンバーが多かったです。一番のサビのところで10の歌声ってやっぱすごいなって思いました。そしてその時カメラが端っこにいたモカを映したんですが、そのモカの表情がとても良くて、TWICEのサナちゃんが憑依しているかのように思えました。コーチ陣のフィードバックではすごく褒められてたけど、イロハのボーカルに指摘が入りました。イロハのボーカル全然良かったですよね。もしかしたら放送ではボーカルに修正がかかってるのかもしれません。フィードバックで指摘するんだったらその部分は修正せずに聞かせてほしいです。じゃないと指摘に納得できません。プライドユニットの11のビハインドで気づいたんですが、アイキコーチはプライドユニットの練習にしか付き合わなかったんでしょうか。スクラムユニットのビハインドには一切アイキコーチはいませんでしたよね。
面白いシーンが撮れなかったんでしょうか。イレブンのパフォーマンスもとても良かったのですが、コーチ陣は首をかしげながら見てました。そしてフィードバックでボーカル面に指摘をしていました。でも気になるとこなんてなかったですよね。やっぱり放送ではボーカルに修正が入っているのかなと思いました。私としては表情だけを見るとそれぞれがちょっと違うコンセプトっぽいかなともちょっと思いました。各ユニットの1位の練習生はモカとヒメナです。モカは初めてですね。ヒメナは放送では初めてだよねって言われてましたが、前回のおまごろをやった時にユニット内で1位でした。そして3ラウンドのヒップホップコレオでは全体で1位でした。なので実は1位常連みたいなもんですね。今回ヒメナは2曲ともサブボーカル3で一番パートが少ないポジションでしたが、ちゃんと結果を出してきましたね。ここで私が気になったのがジウの点数です。ユニット内でダントツ低い点数です。1個上のモンヒとでさえ210点も違います。そんなにダメでしたか。スクラムのフィードバックの時、ジウとミンジュと同時に雰囲気がどうこう指摘がありましたが、ミンジュの方はスクラムで1位の点数でした。ジウが6位だとしてもこの点差はちょっと納得できないですね。それでは6ラウンドの順位表です。残念ながら脱落したのはシャネルとジヒョンです。5ラウンドで脱落者に続いてかなりパフォーマンスの点数が低くて、前回のおさらい動画で私が脱落を心配してた2人です。シャネルは脱落を希望してたという印象が強いせいか、最後のスピーチは自ら辞退したような感じにも聞こえました。上位を見るとヨンソとイロハはずっとオレンジです。強いですね。ネクストゾーンの6人の最終月末評価の順位を見ると、上位だった練習生だけです。月末評価7位だったヨンソと2位だったユナが入れ替わったら1位から6位のメンバーそのままです。ファイナル直前にしてこの順位に戻ったのはなんだか面白いですね。ダントツで上昇したのはベネフィット400点が追加されたモカです。逆に一番下降したのはユナですが、これはベネフィットをもらった人たちが上がったせいとも見えますね。ではベネフィットなしならどうでしょうか。ベネフィットなしは3200点満点ですね。ユナはやっぱり4位になりますね。そしてベネフィットがなくても脱落者はシャネルとジヒョンです。では今回のパフォーマンスに対する点数だけではどうでしょうか。コーチ陣の点数と現場評価団の点数を足したものですね。これは2200点満点です。モカがダントツ1位です。2位とは155点差をつけたと言ってましたね。そしてプライドユニット内で1位だったヒメナは全体では4位です。ここでも脱落者の2人は変わりませんね。そして先ほども気になってたジウですが、脱落者2人に続いて下から3番目です。1個上のジミンより134点も低いですね。前回シャネルとジヒョンはパフォーマンスの点数が低くて、そして今回脱落になりました。次回はもう最終回なので脱落という表現ではない気がするんですが、もし次回脱落する練習生を予想するんだとしたら、今までの法則で言うとジウは危ないんじゃないかと思ってます。でも今まで脱落する練習生が決まってたとしたら、脱落する数人の方を選んでたんでしょうけど、最終回では脱落する人を選んで残った人がデビューっていうのもおかしいので、さすがにデビュー組の6人の方を考えて決めると思うので、この法則通りにはいかないですね。今回はコーチ陣と現場評価団の点数がそれぞれ出たので、そのランキングも作りました。コーチ陣の点数はジウ以外スクラムユニットが全員上位です。ここでもジヒョン、シャネルは変わらないですね。最近のコーチ陣の点数をあまり信じてない私は、現場評価団の点数を比べるのを楽しみにしてました。まず現場評価団の点数というのも実はあまり信用はしてません。というのも現場評価団は推しが決まっている人がほとんどなので、どうしても人気順になってしまいがちです。そこで三次投票の韓国票の順位を横に書いときました。ここで韓国票の順位との違いも一緒に見ていきます。まず現場評価団2位のミンジュは人気も手伝ってこの順位かもしれませんが、
高知人と同じ2位なのであまり不思議な順位ではありません。でも現場評価団1位の要素は韓国票も1位なので人気があるからこの順位なのかもしれません。高知人だと8位です。モカは韓国では9番人気だけどここで3位ということはやっぱり現場の人たちから見ても今回はとても良かったんだろうなと思います。ヒメナとジョンウンもそう思わせますね。逆にジミンやウォンヒは韓国人気があるのにこれだけ低いとなるとどういうことでしょう。ジミンは高知人の順位とほぼ同じなのでパフォーマンスの結果なのかなとも取れますが、ウォンヒの方は高知人は4位なのに現場評価団は9位です。これは難しい結果ですね。パフォーマンスが良かったのか悪かったのか分かりません。シャネル・ジヒョンは高知人も現場評価団も11位12位です。というか3次投票以外全部シャネルとジヒョンが11位12位です。やっぱり投票の意味を考えてしまいますね。そして投票なんかなければもうちょっと純粋な高知人の点数が見られたかもしれないなと思ってしまいます。次回は最終回です。投票はやっとリアルタイムのものになりますね。多分最終回でも投票は参考程度になってしまうんじゃないかと思いますが、最低でも参考になるんだと思えば推しへの投票は怠ってはいけませんね。10人中6人に投票させる意図を考えてみたんですが、私としては投票が特別少ない練習生を判別するためなんじゃないかなって思ってます。投票の順位だけでデビューが決まるわけではないので、戦略として順位的にライバルになりそうな練習生には入れないとか、余った票は順位に差し支えのない一番人気の練習生に集めようとか、頑張んなくてもいいような気がしてます。5人くらいはもう運営がすでに決めてるような気がするんです。でもあくまでも私個人の考えですからね。私はバランスや順位などを考えずに好きな順に6人投票することにしてます。最終回楽しみですね。全員が実力を兼ね備えた美少女なので誰が選ばれるのか全く予想ができません。そういえばシグナルソングを歌ったスジは今まで出てきてないですよね。というかシグナルソングって本編で使われましたっけ。スジとシグナルソングが最終回に出てくるかそれも楽しみです。それでは今回の動画は以上です。原井田師匠でした。ありがとうございました。